皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルは世界の資源を紹介するゆっくりチャンネルだよ。今日は金の産出国ランキングを紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは金の基礎だ。金は原子番号79番、元素記号 au の金属だぜ。でもどうして金の元素記号は au なの？金はラテン語で光るものを表すオーラムに由来しているぜ。オーロラやオーラも語源が同じとされているぞ。そうなんだね。これが天然で産する自然金だな。おーおーおー、すごいすごい金色に光っている。おお、霊夢は金がとっても好きなんだな。この自然金もすごいだろ。うん、これは樹脂状結晶として産した自然金だな。こんな形の自然金もあるんだね。これはナゲットとも呼ばれる砂金として産した自然金だな。こんなのが取れたんだね。この自然金には磁形面と呼ばれる金本来の結晶面が出ているぞ。おお、金の結晶だね。石英状に成長したこの自然金は、まるで天に昇る竜のように見えないか霊夢？これを見ろ霊夢、これは八面体の結晶面が認められるアメリカカリフォルニア産の自然金なんだけど、惚れ惚れするほど美しすぎる自然金だろ。これなんかすごいぞ、これはパプアニューギニアのボルジェラ鉱山で見つかった直径 2.5 センチの自然金なんだが、明るい自然金のシャイニークリスタルが認められるとても貴重な宝さんから。なんだ霊夢？マリサが金が好きだってわかったから次行こうよ。おう、そうだな。ちなみにこれまでで最も大きな砂金ナゲットをレプリカにしたのがこれだぜ。ナゲットは78キロもあったそうだぜ。おお、すごい。また金を多く含む自然金はエレクトラムと呼ばれることもあるぞ。ほうほう。テルルカ金の化学式を持つカラベラス鉱もあるぞ。これにも金が入っているんだね。金とテルルを含んだ金鉱物もあるぞ。まずはシルバニア鉱。クレンネル鉱はシルバニア鉱よりも金を多く含むぞ。これはペッツ鉱だぞ。金を含んだいろんな鉱物があるんだね。金の価格推移を示すけど、今は歴史的に高値にあって1グラムあたり60ドル程度だな。おおすごい、円にすると1グラム8000円くらいだね。金は今でも川の底から砂金を掘り出しているのかな？調査型金鉱床と呼ばれる鉱床では、河川の砂利を採掘して砂金を生産している鉱山もあるけど、今では生産量も少ないぜ。あと、金鉱脈を掘って金がザクザク取れるイメージがあるね。金鉱床のタイプには10種類を超える色々なタイプがあるけれど、霊夢がイメージしているのは低硫化系全熱水性鉱床だな。へぇ、いろいろな金鉱床があるんだね。全熱水性鉱床には硫黄の酸化還元状態に応じて、高硫化系と低硫化系に分けられるぞ。そんな分類があるんだね。低硫化系全熱水性鉱床では金は主に金鉱脈として産するんだぜ。でも1トンの鉱石に含まれる金は通常1から数グラム程度なので、肉眼で金流が見えることは滅多にないぜ。え？例えばこの金鉱石では、金黒と呼ばれるこの黒いところに微細な金流が多く含まれているぞ。そうなんだね。今日は金産出国を第5位から第1位までランキング形式で紹介していくぜ。わかったわ。まずは第5位の発表だぜ。第5位はアメリカだぜ。2021年の金産出量は187トンだったぜ。ほうほう。アメリカの金鉱床の多くはネバダ州にあるぜ。黄色い三角が金鉱床なんだけど、ネバダ州に多くあるのがわかるだろ。本当だね。どの鉱山が大きいの？ネバダ州北部にあるゴールドストライク鉱山が大きいぜ。この鉱山を保有していたのはバリックという世界的な金鉱山会社なんだけど、隣接する鉱山を保有するニューモント社と共同で2019年7月にネバダゴールドマインズ社を設立したぞ。近くの鉱山同士の経営統合だね。この JV 会社であるネバダゴールドマインズ社は、カーリン鉱山やゴールドストライク鉱山を含む複数の鉱山を保有していて、ここをカーリンコンプレックスと呼んでいるぜ。いろんなところで採掘しているんだね。これがカーリンコンプレックスの地質図だな。はぁ？何これ？こんなの見ても何もわからないよ。ははは、この赤いところが金鉱床だってわかればいいぜ。おお、いろんなところに金鉱石がある。ここはカーリン型金鉱床と呼ばれる金鉱床のタイプで代表的な鉱床なんだぜ。そんなタイプの金鉱床もあるんだね。これはゴールドストライク鉱山の露天掘りキットに、ボーリングの位置を示した平面図だぜ。いっぱいボーリングがあるんだね。そしてボーリングの情報をもとに金鉱石の分布を示したのがこの図だぜ。赤色が金鉱石だぞ。たくさんの鉱石があるね。でもピットの外にも鉱石があるのでは？そうだぜ霊夢。地表から深いところにある鉱石は坑内掘りで採掘しているぜ。これは坑内掘りの鉱石を 3D で示したものだな。坑内掘りでも掘っているんだね。これは断面図だな。いっぱい地下に坑道があるのがわかるだろ。なんかアリの巣みたいだね。このカーリンコンプレックスの火災埋蔵量は1億トンで金品位は 3.46g パートンだな。このカーリンコンプレックスでは2021年には 46.7 トンの金を生産したぞ。おおすごい。ネバダゴールドマインズ社は周辺にもいろいろ金鉱山を持っているんだぜ。年間100トン以上も金を生産しているわけか。次は第4位。第4位はカナダだぜ。2021年の金産出量は223トンだったぞ。
カナダにある主な金鉱床の位置を示すぜ。この図で黄色のマークが金鉱床だぜ。どちらかというと五大湖周辺に多いかな。金生産量が最も大きい鉱山はカナディアン・ムラーキック鉱山だぜ。ケベック州にあるぜ。マリサ、行ってみようよ。おう、では行くぞ。カナディアン・ムラーキック鉱山の2021年の産金量は 22.2 トンだったぜ。大きな露天掘りだね。だけど近くに民家があるような。おう、だから採掘では岩盤の硬さを調査した上で、斜面の安定性を考慮して露天ピットの設計がなされるぞ。でもどうしてこんなに近くに町があるのかな？ここでは1923年に金が発見されて、ゴールドラッシュとなって多くの人が押し寄せて町ができたぜ。かなり昔に金が見つかって、町ができていたんだね。鉱山会社による組織的な採掘は1935年に始まったぜ。そして1983年に閉山したんだぞ。え？閉山？一部で試掘や小規模な採掘が行われていた時期もあったけど、2011年に再開したんだぜ。金の価格が上がってきたことも再開の理由だね。再開後は大規模採掘が行われるようになったんだぜ。採掘ピットの大きさは最終的に東西 3.5 キロ、南北1キロのサイズになるぜ。大きな採掘ピットだね。これは地質平面図なんだけど、赤いところが金の鉱体だぜ。いっぱい鉱体があるね。このカナディアン・ムラーキック鉱山の権益はヤマナゴールドとアグニコイーグルズが半分ずつ持っているぞ。リスクの大きい大規模鉱山の開発では複数の会社がコンソーシアムを組むことも多いんだぜ。なるほどね。ヤマナゴールドとアグニコイーグルズの2社は2014年にこの鉱山を35億ドルと言われる金額で買収したんだぜ。おお、やっぱりすごい買い物だね。次は第3位の発表だ。第3位はオーストラリアだぜ。2021年の金産出量は315トンだったぜ。オーストラリアも資源国だよね。オーストラリアには様々な資源があるけど、黄色で示したのが金鉱床だぜ。ほうほう。最も金の産出量が多いのはカディアヒル鉱山だぜ。シドニーの西にある鉱山だね。カディアヒル鉱山はニュークレストという大きな鉱山会社が創業している鉱山で、1998年に開山したぞ。あれ、採掘ピットが湖になっているよ。これはカディアヒル鉱山の地質図なんだけど、カディアヒル鉱体は露天掘りでの採掘を終えて、今はカディアイースト鉱体を坑内掘りで採掘しているぜ。今は坑内掘りで採掘しているんだね。このカディアヒル鉱山はポーフィリー型の銅金鉱床なんだぜ。銅と金が一緒に出てくるものもあるんだね。これはカディアヒルの地質断面図なんだけど、複数の鉱体があって、鉱石がある範囲は赤色で示されているぞ。鉱体のうち金が1トン中に1グラム以上ある場所は紫色で示されている。金と銅が一緒に取れるんだね。これがカディアヒルの鉱石だぜ。おーおー、すごいすごい、光輝く金が入っているのが見えるわ。違うぜ霊夢。この金色の鉱物は金ではなく黄銅鉱という銅鉱物だぜ。そうなんだ。ではどこに金があるの？ここの鉱山の金品位は1トンあたり 0.5 グラム程度なんだ。だから肉眼で見える金はほとんどないぜ。そうなんだね。2021年にはカディアヒル鉱山は金は 17.4 トン、銅は8万5000トンを生産したぜ。ほうほう。鉱山では銅製鋼という銅鉱物を濃縮させた産物を販売しているけど、金は銅製鋼の中に含まれているぜ。つまり金は銅と一緒に販売するんだね。おお、そうだ。金は銅製錬所で副産物として回収されるぞ。わかったわ。次は第2位の発表だぜ。第2位はロシアだぜ。2021年の金産出量は320トンだったぜ。うん、ロシアは面積が広いだけあってたくさんの金鉱床があるぜ。この図で黄色が主な金鉱床だぞ。本当だ。シベリアから極東にかけて多くある感じかな。ロシアで最も産出量が大きい金鉱山はオリンピアーダ鉱山だぜ。シベリアのクラスノヤルスク地方にあるぜ。ねえマリサ、行こうよ。ここでは1975年に金鉱床が発見されたんだぜ。生産が始まったのは1996年だぜ。発見から生産開始まで20年以上かかっているんだね。この鉱床は造山機タイプの金鉱床とされるぞ。これは造山運動に伴われる先端体に熱水が関与した鉱床だぜ。これがオリンピアーダ鉱山の地質断面図だな。はぁ？何これ？ここの地層は片岩や大理石からなるんだけど、これが金を伴っているぞ。ボーリングを実施して金の品位が1トン中 0.75 グラム以上あるところが赤色で示されているけど、金がつくところはこれらの地層とほぼ一致しているぞ。この金があるところを露天掘りで掘っているわけね。顕微鏡で確認すると金は有機鉄鉱中にインクルージョンとして認められたり、石英中に単体として認められるな。こんな形で金が出てくるんだね。オリンピアーダ鉱山を創業しているポリウスという会社はロシアで多くの金鉱山を持つ鉱山会社だぜ。ポリウスが持つブラガダートノエ鉱山、ナタルカ鉱山も大きな鉱山だぜ。いっぱい金鉱山を持っているんだね。
このポリウス社は2021年にはオリンピアーダ鉱山の 34.6 トンをはじめとして、合計 84.5 トンの金を生産したぞ。おすごい。いよいよ第1位の発表だぜ。第1位は中国だぜ。2021年の金産出量は329トンだったぞ。どれが大きいの？例えば福建省にあるジジンシャン鉱山が代表的な鉱山だぜ。マリサ、行ってみようよ。おう、いいぜ。この鉱山は中国の大きな鉱山会社であるズージンマイニンググループが持っているぞ。着いたね。この金鉱床は専門用語で交流家系線熱水性鉱床と言うんだぜ。深部では金の他に銅が取れるぞ。ここでも銅と金が取れるんだ。このジジンシャン鉱山の地質断面図を示すけど、金に富む鉱体は大きな露天堀で採掘されているぜ。一部では坑内堀が行われているぞ。そうなんだね。このジジンシャン鉱山の埋蔵品位は金品位 0.33g/ton、銅品位は 0.42% だぜ。ほうほう。またジジンシャン鉱山周辺の地質図を示すけど、周りにもいろいろな鉱床があるんだぜ。それはすごいね。中国は1980年代の改革開放運動以来、金の採掘に力を入れてきたんだ。また国内の金需要の高まりに合わせて、積極的に金鉱山の開発を進めてきたんだぜ。それで世界最大の金産出国になったんだね。中国の金産出量は329トンと言ったけど、これは世界の割合で 11% だぜ。中国が1位で、ロシアが2位、オーストラリアが3位だね。次にカナダ、アメリカ、メキシコ、カザフスタン、南アフリカ、ウズベキスタン、ペルーと続くね。金の埋蔵量だとオーストラリア、ロシア、南アフリカの順番になるな。でも昔、チリの需要で南アフリカが産出量が多いと習ったような。南アフリカは今は世界第8位の産出量だぜ。南アフリカは2007年に首位の座を中国に明け渡したぜ。やっぱり過去には1位だったんだね。南アフリカでは採掘箇所の深部化によるコストの上昇、金鉱石の低品位化に加えていろいろな不安要因もあるんだぜ。わかったわマリサ、今日もいろいろ説明してくれてありがとう。おう、霊夢よ。こんな感じで、これからもいろいろな資源を紹介していくぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。